はいどうも、ミニマリストのたけるです。このチャンネルでは自由で身軽なライフスタイルを追求するミニマリストが少ないものとお金でのんびり暮らすをコンセプトに自由と豊かさを手に入れるための実践的なヒントを発信しております。もし興味がありましたらチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回の動画ではあなたが片付けるべき理由と断捨離のやる気を引き出す方法、これについてお話をしていきたいと思います。で、今回の動画ご覧いただいている方の中には、片付けたいんだけど、断捨離したいんだけど、物を減らしたいんだけど、なかなかやる気が出ない、モチベーションが上がらないと悩んでいる方きっといらっしゃると思います。そして片付けた方がいいのは頭では分かってるんだけども、どうしても気合が入らない、片付け断捨離を後回しにしてしまう、そんな方もきっといらっしゃるはずです。そこで今回の動画では、皆さんが片付け断捨離をすべき理由、そして片付け断捨離のやる気を引き出す方法について皆さんとシェアしていきたいと思います。で、今回の動画最後までご覧いただくと分かることとしては、片付け断捨離のやる気の引き出し方、気合の入れ方ですね。そして2つ目に、物が多いデメリット、そして物を減らすメリット、これについて分かると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、今回の動画も僕が実際に実践した体験談でお話をしてまいります。とても有効だと思っている行動のみ挙げておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題に参りましょう。まず一つ目から参ります。断捨離片付けのやる気を引き出す方法、一つ目は、なぜ片付けるべきなのか理解納得するということになります。実際片付け断捨離なぜやるのか、しっかり皆さんが理解納得すれば、それが一つモチベーション、やる気になりますよということになります。じゃあ具体的になぜ皆さんはお部屋を片付けるべきなのか、断捨離すべきなのかというと、そもそもですね、僕の人生も一度きりですし、皆さんの人生も一度きりじゃないですか。その一度しかない人生をお部屋のままで終えたいですか？なんかもったいなくないですか？人生このままでいいんですか？物が多くなってしまった今現在、自分の人生こんなはずじゃなかったんだけどなぁと思ってませんでしょうか？昔もね、僕自身物が多かった時はですね、若い時、あんなことをしたい、こんなことをしたい、こんな暮らしがしたい、あんな夢こんな夢叶えてみたいと思ってたんですけども、どんどん物が増えていくにつれて、その夢とか目標、理想の暮らし、ライフスタイルからどんどんかけ離れていったんですよ。皆さんの人生もそんな風になってないでしょうか？もう諦めモードになってないでしょうか？これが一つ皆さんが片付けるべき理由なんですよね。理想の人生、理想のライフスタイルを叶えていくために、叶わないにしても一歩近づくためにもね、どうしてもやっぱり片付けていく必要があるんですよ。で、どうして物が多いと厳しい人生になるというか、辛かったり苦しかったり悩みが絶えなかったりストレスフルな生活になるのかというと、いろんな理由があります。一応ここでは14個ほど、物が多いデメリットですね、こちらをご紹介させていただきます。まず一つ目はお金関係ですね。どうしても物が多いとお金が貯まりにくくなり、ね、お金がない、お金が貯まりにくいっていう方いらっしゃると思います。そして生活費がどうしても高くなってしまうことに頭を抱えてね、悩んでいるご家庭もあるでしょうと。どうしても物が多いと、そういう金銭面、経済面で苦しいなと感じている方もきっと多いと思います。そして二つ目、物が多いデメリットは、仕事を辞めたくても辞められなくなるということになります。これはなぜかというと、どうしても物を買う生活になっちゃうとですね、生活費が高くなっちゃうんですよ。で、仕事を辞めちゃうと収入が途絶えるので、高い生活費を賄えなくなっちゃうんですよね。だから、そこへの不安、恐怖感で、なかなか仕事を辞められなくなると。昔の僕もそうでしたけどね。実際皆さんもそんな風になってないでしょうか。そして三つ目の物が多いデメリットは、いつも忙しい、時間が足りないと感じてしまうと。やはり物が多いと、その物にまつわる時間が増えてしまうわけですよ。探し物、なくし物だったりとか、掃除の時の物の移動だったりとか、そもそも物が多いと収納が必要になりますし、あとは広いお部屋も必要になるから、どうしても家事の時間、掃除の時間も
コンパクトなお部屋に住んでるご家庭よりもどうしても長くなってしまいます。さらに、まあ、皆さんがもし今物欲モンスターなのであれば、まあ、買い物の時間だったりとかリサーチの時間だったりとかそういう時間も増えてしまいますよね。だからどんどん時間が足りなくなってしまうと。そして4つ目のデメリットは家事が面倒くさくなる、そして家事ストレスがひどくなるということになります。今皆さんどうですかね。家事に対してものすごくストレスを感じてないでしょうか。家事が面倒くさいなと感じてませんでしょうか。これはやっぱり物が減れば減るほどですね、そういうストレスとか面倒くささってどんどん減ってくんですよ。むしろもともとはその掃除嫌いだったりとか買い物が嫌いだったりとかしてたかもしれないですけど、物が減ってくると逆に好きになったりとかもするんですよね。僕ももともと掃除嫌いでしたけども、でも床に物を置かず、でも極端に物を減らした結果、毎日掃除するほど、まあ、掃除が好きになったりとか、買い物も苦じゃなかったりとかね、むしろその節約にこだわってなんか安い食材とか安いものを探すのが好きになったりとかするわけですよ。まあ、そんな風に物が少ない暮らしと物が多い暮らし、物を持つ暮らしって全然違うんですよね。で、5つ目の物が多いデメリットは、いつも片付けとか整理整頓のことで、まあ、家族と喧嘩したりとか、まあ、家族にイライラしたりとか、まあ、家族がいない方とかだったら、まあ、いつもその片付けとか整理整頓のことで頭がその悩むみたいな、頭を抱えて悩まされるみたいなことになる人もきっと多いと思います。まあ、そりゃそうですよね。物が多ければ家事も大変になるし、で片付け整理整頓面倒くさがってる人は、まあ、どうしてもその、ね、同居人と衝突も増えるでしょうし、物が多いだけで一つ悩みの種が増える、まあ、一つどころじゃないですよね。物自体もそうですし、お金のこととか時間のこととかね、その時間のやりくり、お金のやりくりだったりとか、でこの空間をどう使うかだったり収納はどうするとかね、まあ、いろんな悩みが増えて、まあ、喧嘩だったりとか相談事が増えるっていうのも一個、まあ、デメリットなんじゃないかなと思います。そして6つ目、物が多いデメリットは、毎朝いつも憂鬱な気分になっているだったり、まあ、だるさとかしんどさを感じている方もきっと多いと思います。昔の僕もそうでしたね。物が多い時は、まあ、それこそ、まあ、お金がないからこそ一生懸命仕事もしてたし、で家事も大変でストレスフルだったし、あと時間がないからもう、まあ、秒単位って言ったらあれだけども、まあ、とにかくいろんな予定というかタスクを詰め込んでた時期もあって、憂鬱はもちろんだったし、だるさしんどさもあるんですけど、そこに加えて吐き気もあったんですよね。もう毎朝気持ち悪かったんですよ。でちょっとね、ここから余談になるかもしれないですけども、その出勤の日、その住んでるマンションの敷地内にその駐車場が空いてなかったから、徒歩5分ぐらいのところに駐車場を僕借りてたんですけど、この徒歩5分のその駐車場までの道のりでもうめちゃくちゃ気持ち悪くなって、その道中で吐きそうになったことが何度もあったんですよね。まあ、ここまでひどい方はいないかもしれないですけど、まあ、もし皆さんがいつも毎朝起きた時に憂鬱でだるくてしんどくて、なんなら吐き気もあると、まあ、そんな方はもしかしたら物が多いことが原因で、その物が多いことをきっかけにそこから派生した悩みの種で、もしかしたらそういう体調不良が起きているのかもしれません。続いて7つ目の物が多いデメリットは、いつも準備だけで疲れるということですね。例えば出勤前の身支度だったりとか、何か外出前、デート前の、まあ、例えばコーディネート考えたりとか、まあ、女性であればメイクしたりとか、あとはそうですね、勉強してる方なんかだと勉強する前に例えばテーブル周りを整理整頓、片付け掃除したりとかっていうところで、いつも何かする前の準備段階でもうぐだっと疲れてしまう、なんならもうやる気がなくなって、もう外出するのがめんどくさくなったりとか、もう勉強するやる気がなくなって勉強しなかったりとか、まあ、勉強せずスマホをいじっちゃったりとかね、で出勤前にもう疲れてしまって仕事の意欲を失ったりとか、まあ、なんなら仮病を使っちゃった人とかもいるかもしれませんと。昔の僕もそうでしたけどね、仮病を使ったことありますけども、やっぱり物が多いと、まあ、いろんなことにやる気を失っちゃうんですよね、疲れてしまって。で続いて8つ目のデメリットは、ちょっとしたことでイライラする、不機嫌になるということです。もう余裕がないんですよね、時間的にも金銭的にも、で仕事のやる気も出ないし、だからちょっとしたことであれが見つからないとか、ちょっと上司から怒られたとか、
なんか自分の部下が言うこと聞かないとか、物に小指をぶつけてすごいイラッとするとか、家族のちょっとした言動でイラッとしたりとか、皆さんはないですかね？昔の僕は全然ありましたね。だから物が多いと、それこそね、先ほどにも言ったように家族との喧嘩も増えますし、もう常にイライラするから、まあ、家族間の関係がねギスギスしたりとか、まあ、人によっては恋人と別れちゃったとか、あとは家の中のことだけではなくて家の外でもそうですよね。あの仕事の、まあ、仲間だったり、その仕事上付き合っている方との関係が悪くなったりとか、友達と疎遠になっちゃったりとか、そんなご経験された方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。続いて9つ目のデメリットは、高頻度で何かを家に忘れるということです。何か外出した時にですね、あれがないこれがないとカバンの中めちゃくちゃ探してないでしょうか。物が多ければ多いほど、やっぱりそのしっかり準備したつもりにはなってるんだけども、まあ、何か見落とすんですよね、物が多いと。これもあるあるだと思います。で、続いて10個目のデメリットは、よく外出先で物をなくすというパターンですね。例えば傘だったり文具だったり、人によってはスマホをなくす方もいらっしゃるかもしれません。あとは読もうと思ってカバンの中に入れた本とかもですね、出先で読んだんだけど、そのカバンに入れるのを忘れてそのままなくしてしまったっていう方もいらっしゃるかもしれません。僕の場合はですね、よく傘と財布なくしてましたね。やっぱり物が多いと管理しきれないんですよ。続いて11個目のデメリットは、やりたいことはあるんだけどできずに終わることが多い方もね、きっといらっしゃると思います。結構グサグサくる方いらっしゃるかもしれませんが、やっぱりね、その物が多いと、あれもやりたいこれもやりたい、だけど時間がない、お金がない、まあ、そんな風にですね、いろいろやりたいとは思うんだけど、他にもやりたい、やらなきゃいけないことがある。なんならもう家事で手一杯、子育てで手一杯とか、あの仕事しないとお金がないから、あの仕事だけの人生になってしまってね、自分の好きなことやりたいことがなかなかできない、時間が取れないっていう方もきっと多いのではないでしょうか。では続いて12個目のデメリットは、叶えたい夢や目標はあるんだけどもう諦めているという方もね、いらっしゃるかもしれません。昔の僕もやっぱり物が多い時は時間もないしお金もないし、まあ、自分の人生こんなもんかと諦めてましたね。だけど逆に物が少なくなってからは、そのお金とか時間っていうそのリソースが増えていくので、あれ意外に自分の人生まだまだかもな、可能性があるなっていうふうに感じてきましたね。では続いて13個目のデメリットは、いつもいつも同じことを繰り返して何も変わらないということです。まあ、これは良くも悪くもっていう感じですかね。今の僕は、まあ、物が少ない暮らしになって、むしろ毎日同じでもそれが幸せって感じるんですよね。まあ、あえて毎日同じ暮らしをしてるっていう感じかもしれないんですけど、以前の僕はですね、その物が多かった時は、とにかく時間にも余裕ないし、時間的にも金銭的にもカツカツだから、そのあえてっていうより必然的に毎日同じになってたんですよ。朝起きてだるい中目こすりながら起きて、朝パパッと身支度をして、で出社して出勤して、で働いて帰って、でもぐだっと疲れてるから、もう何かをする余裕もないから、シャワー浴びてご飯作って、まあご飯作ることもなくなりましたね。スーパーで惣菜買って、でご飯は炊いてあるから、もうそれを食べて歯磨いてすぐ寝るみたいな、でまたすぐ起きてみたいなのの繰り返しでしたね。だから何か変えたいと思っても変えられなかったし、何かに挑戦したいと思っても挑戦する余裕がないと。仕事が休みの日はもうとにかくぐうたらする、いつもと同じ休日を過ごすっていう感じでしたね。これも一つ、まあ物が多い人のあるあるデメリットなんじゃないかなと思ったりとかもします。で最後14個目のデメリット、物が多いデメリットは、いつも他人や環境、会社、病気のせいにしている、責任転嫁して言い訳ばかりしているということになります。皆さん心当たりはないでしょうか。これね、昔の僕よくやってましたね。それこそ今勤めてる会社の悪口を言っちゃったりとか、あと自分はね、高校2年生の時、15歳16歳ぐらいですかね、あの潰瘍性大腸炎という難病を発症して、もうそれこそもう10年以上の付き合いですけども、もう何かあったら病気が悪いんだとかね、まあ、その病気のせいにしちゃったりとか、結果自分が悪いんですけど、だけど自分以外の何かのせいにしたりとか、会社のせいにしたりとか、今住んでるところが悪いとか、住環境が悪いなの、
今住んでるその例えば地元のせいにしたりとかね、チャンスがないとか、なんなら親のせいにしちゃったりとか、どうしても物が多いとなんでか分かんないけども責任転嫁が多かったなと思います。でこれ僕だけじゃなくて、あんまりその人のことを悪く言うのは良くないかもしれないですけど、その僕がね過去にお付き合いした方が、まあ、めちゃくちゃマキシマリストですね、僕よりひどかったんですけども、まあ、その方もやっぱり責任転嫁してましたね。会社の悪口言ったりとか、その本当は自分が悪いのに、本人が悪いのに、まあ、当時お付き合いしてた時にも何でも僕のせいにされたりとか、そこでやっぱ喧嘩になっちゃったりとかもしましたしね。で、まあ、そのカップル間の喧嘩だけじゃなくて、例えばご近所付き合いだったりとか、お仕事でそのお付き合いする、まあ、お客さんのことだったりとか、同僚上司部下のことだったりとか、まあ、とにかく愚痴も多かったし、だからもしかしたら物が多いのが原因だったのかなとも思ったりとかするんですよ。皆さん実際どうですかね。まあ、そこをね認めるのは本人としては尺かもしれませんけども、まあ、でもやっぱり物が多いとそういう風になってしまうんじゃないかなという風に、まあ僕自身は分析しました。で結論、皆さんに何が伝えたいのか、僕自身何が言いたいのかっていうと、まあ今ね実際その物が多いデメリット、物が多いとこんな、まあ、悪いことというか良くない状態になりますよっていうのを14個ほどねご紹介させていただきましたけども、もう一度皆さんにお尋ねします、聞きます。本当にこのままの人生でいいですか。心の底では嫌に決まってるじゃんと思ってる人がきっと多いと思います。でもその一方で現実は厳しいし、現状を解決する方法なんてないんでしょと思ってる方もいるはずです。もちろん絶対なんて方法はありません。ただ行動を起こすことによって現状を抜け出すことができます。そのきっかけがお部屋を片付けること、そして部屋を掃除すること、整理整頓すること、まあ、つまり身の回りの環境を整えることなんですよね。だからまあ僕自身以前は物が多くて、まあ、先ほど紹介した14個のデメリット全て当てはまってましたけども、物を減らしてお部屋を片付けて、そして整理整頓して掃除をした結果、人生が確実に変わっていきました。どんな風に人生が変わっていくのかというと、まあ、先ほどご紹介した14個のデメリットの逆パターンが起きますと。つまりですね、お金が貯まるようになったりとか、昔はお金がないお金がないと思ったのが、あ、お金あるじゃん、これで買えばいいじゃん、お金使えばいいじゃんっていう風な、まあ、発想になったりとか、まあ、生活費が高くなってたのが生活費がその下がってね節約になったりとか、生活が苦しいなって感じることがなくなったり、いつでも仕事を辞められる状態になったりとか、時間に余裕ができて自分の好きなことやりたいことができるようになったりとかね。で先ほどにも言いましたけど、家事が面倒くさくなくなってきたりとか、むしろ家事が好きになったりとかね、家事ストレスが激減したり、あとはその物のこと、片付けのこと、掃除のこと、整理整頓のこと、家事のことで家族と喧嘩しなくなったりとか、まあ家族じゃなくて例えば同居してる恋人パートナーと喧嘩しなくなったりとか、家族の言動にイライラしにくくなったりとかもするでしょうし、あとは朝起きた時の気分が良くなったりとかね、憂鬱さとかだるさしんどさがなくなったりとか、吐き気も消えたりとか、あとそうですね、準備して疲れるっていうこともなくなると思います。まあ、物も少なければ、その例えば手ぶらで出かけることもあるでしょうし、あとはそうですね、何か家に忘れて出かけるっていうことも減ってきたりとか、あとはその外出先で物をなくすっていうことも減ってくると思います。あとやりたいと思ったことをすぐ実行できるので、その準備とかもパパッと終わるので、そのできずに終わる、やりたいことができずに終わるということも減ってくると思います。やりたいことリストとかもどんどんね叶っていくはずです。あとそうですね、そのもともと叶えたいと思っていた夢とか目標を思い出して実現する人もいるでしょうし、その自分の人生こんなもんかって諦めモードになっていた人とかも、その自分の人生に可能性を感じたりとか、希望がね持てたりとかする人もきっといらっしゃると思います。あとは責任転嫁せずに、あの原因自分論でね、まあ、何でもかんでも自分の責任にするというか、それも一つあまり良くないかもしれないけども、その周りの愚痴を言わなくなったりとか、その自分だったらどうするかとか、あとはその他人はどうでもよくて原因が何かとか
一旦置いといて、今の今この状況を打開するためにはどう行動すればいいのか、どう振る舞えばいいのかっていう、まあ、合理的に物事を考えられるようにもなるのかなと思います。もちろん原因を探求するというか分析することも大事なんですけども、責任転嫁したりとかその周りのせいにするっていうのはなくなると思いますね。で、仮に原因がじゃあ 100% 誰かのせい、環境のせいだったとしたら、じゃあその上でどうするべきか、二度とこの問題とか悩みをなくすために自分はどう変化すればいいのかっていうのを考えるようになると思いますね。ということで、以上その物が多いデメリットと物を減らした後のメリットをそれぞれご紹介させていただきましたけども、これによって皆さんもそのなぜ物を減らすべきなのか、断捨離すべきなのか、皆さんのお部屋を片付けるべきなのか理解納得できたと思います。で、その理解納得できたところで次のステップに移っていきます。続いて2つ目、断捨離のやる気を引き出す方法は、すっきりしたお部屋を肌で感じるということになります。おすすめはですね、皆さんの友達だったりとか恋人だったりとか、あと会社の人とかでもいいんですけども、すっきりしたお部屋に暮らしている人っていませんでしょうか。ぜひね、すっきりしたお部屋、家に遊びに行くことがめちゃくちゃおすすめです。そしてその人に直にお話を聞いてみてください。本当、上司でも部下でも友達でも、女性であれば例えばママ友でも親友でも恋人でも誰でもいいので、いろいろなんでそのお部屋がすっきりなのかとか、以前はどうだったかとか、いろいろお話聞いてもらいたいですし、でかつそのもしできるのであればですね、皆さんご自身の片付けにも協力してもらうのもありなんじゃないかなと思います。結構ね、日本全国のミニマリストさん取材していて、ちょくちょく聞くのは、友達に手伝ってもらいましたっていう方とかも結構いらっしゃるんですよ。だから、もしできるのであれば皆さんの片付けに協力してもらうのもありですし、もしね、そのすっきりしたお部屋に住んでる方がなかなか身近にいないっていう方は、例えば、よくあるのが、よく聞くのが、本とか雑誌とか、YouTube とかですっきりしたお部屋に魅了されるというか感化されるというか刺激を受けてお部屋を片付けたっていうミニマリストさん多いですし、実際僕もそうですね、ミニマリスト本だったりとか片付け本、断捨離本とか読んで、雑誌とかもよく見て、あ、こんなお部屋めちゃくちゃいいな、すっきりしててすごく過ごしやすそうだなっていうのを、その刺激を受けて、でその日に片付けを始めるっていうのはよくやってました。だからぜひ皆さんもですね、本とか雑誌とか YouTube とか、何でもいいので、こんなお部屋に住んでみたいなとか、もしこのお部屋に住めたとしたら自分だったら何をするだろうか、どう過ごすかなっていうのを、その妄想っていうかね、イメトレをしてほしいなと思います。で、そんな風にどんどん、いいイメージを、お部屋を片付けた後のいいイメージを膨らませていって、片付け意欲をどんどん高めていってほしいなと思います。その片付け意欲が高まった状態で片付けとか断捨離をするとめちゃくちゃはかどるので、超おすすめです。なので、話をまとめるとですね、すっきりしたお部屋を肌でまずは感じてほしいので、身近にそういうお部屋がすっきりした方がいるのであれば、そのお部屋に遊びに行って、いろいろお話を聞いてみたりとか、可能だったらその自分の片付けを手伝ってもらう、片付けたいんだけど手伝ってもらえないっていう相談をしてみると、で身近にすっきりしたお部屋で過ごしている方、住んでいる方がいないのであれば、本とか雑誌とか YouTube とかでその刺激を受けて、こんなお部屋に住みたいな、自分だったらこういうことをするなっていう、そのいいイメージを膨らませて、片付け意欲が高まったところで片付けをするっていうのをやってみてください。続いて3つ目、片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、どんな暮らしをしたいのか明確にするということになります。先ほど、片付けした後、お部屋をすっきりさせた後の、妄想イメージ、いいイメージを膨らませたところで、もっと具体的に皆さんがどんな暮らしをしたいのか、ぜひ明確にしましょう。具体的にどこで誰と何をしたいのか、どんな風に過ごしたいのか、お部屋はどんな様子か、引っ越すのか引っ越さないのか、築年数はどうかとか、床の色はどうかとか、あとは窓から見える景色はどうかとか、あとはその自分の理想のお部屋というか、片付けた後のいいお部屋のイメージをしていただいたときに、何が一番楽しみか、それは家事が楽しみなのか、子育てが楽しみなのか、趣味に没頭するのが楽しみなのかとか、副業に挑戦するのが楽しみなのかとか、そういうのをぜひイメージしてほしいんですよ。で、イメージをした上で大事なのは、千里の道も一歩からと
いうことです。気が遠くなるかもしれないんですよね、その片付けをする、今からするってなった時に、理想のそのお部屋だったりとか理想のライフスタイルを実現するためにはかなり道のり遠いかもしれないですけど、繰り返しにはなりますけど、千里の道も一歩からです。片付けは本当に遠い道のりかもしれないですけども、やる価値はめちゃくちゃあると思います。僕の大好きな言葉をご紹介すると、人生において価値ある結果であればあるほど手にするまでに時間がかかると。これは常に僕自身が意識している言葉ですね。 YouTube にしろ片付けにしろ何にせよ、皆さんの人生にいい影響を与える結果であればあるほど、皆さんの人生を大きく変えるものであればあるほど手にするまでにめちゃくちゃ時間がかかると。逆に簡単に手に入るようなものっていうのはあんまり価値がないんですよね。例えば分かりやすい例で言えば、例えば資産形成もめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか、その莫大な資産を構築するのに。あとは例えば YouTube で、ね、結果を出すにもやっぱり時間かかったし、でそれはめちゃくちゃ結果的に僕にいい影響を与えたんですよね。影響力を高めて出版につながったりとか、資産形成も加速したりとか、であとは片付けとか断捨離とかもめちゃくちゃ大変でしたけども、でもそれが結果ネタになって YouTube で発信することになったりとか、お金も生み出すこともできたし、自由な人生になったとも思うし、引っ越しもめちゃくちゃ楽だし、そんな風にその手に入れるまでにめちゃくちゃ時間かかることっていうのは皆さんの人生においてもすごく価値があることだよと。だから諦めずに千里の道も一歩からというのを肝に銘じて、片付け断捨離をしていってほしいなと思います。ぜひ今一度片付けをした後のライフスタイルを思い描いて、コツコツ地道にね、もうベビーステップで、スモールステップで片付け断捨離を進めていってみてください。続いて4つ目、断捨離や片付けのやる気を引き出す方法は周りに公言するということになります。まあ、具体的には例えば身近な人だったりとか、家族、友達、恋人、まあ、なんなら SNS とかで公言するとかでも全然いいと思います。きっと皆さんも定期的に片付けするぞと、物減らすぞってやる気になることってあると思うんですよ。でその片付けをするぞと決意したところで、やる気が上がったところで、ぜひそれを身近な人、家族だったり恋人だったりとか友達だったりとかに公言して、さらにやる気を上げてほしいなと、もう引き下がれない状況を作ってほしいなと思います。 SNS だと、まあ、実際やめたとしても、まあ自分へのダメージってあんまないじゃないですか、影響力がない人じゃない限り。だけど家族とか恋人とか友達とかだったら、なんかその言ったことをやってない、有言実行してないっていうのは、一つその自分の評価を下げるというか、なんかそういう、なんだろうな、自分の恥ずかしい姿を見せたくないっていうその思いとかも出てくるじゃないですか、公言することによって。でさらにその自分のやりたいことというか、まあ、片付けします、お部屋をきれいにしますって決意表明すると、まあ、実際その自分の中でやる気が上がるだけではなくて、まあ、目標も明確になったりとか、で先ほどにも言いましたけども、後戻りできなくなったりとか、あとは目標を達成すると、まあ、自分の評価が上がったりとか、まあ、身近な人から褒められたりとかもするし、人として尊敬されたりとかね、信頼されたりとかもするから、まあ、いろんな公言するメリットがあると思います。なので今一度ね、そのやる気が上がった段階だったりとか、片付けしようって決意した時に、ぜひその段階で周りの人に公言してみてください。続いて5つ目、片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、一緒に片付けをする仲間を見つけるということになります。なぜかというと、同じ目標を持つ同士だったり、一緒に片付けてくれる仲間がいると、よりやる気が出るからですね。だから例えばですけども、まあ、先ほどの話でを絡めて言えば、その家族とか、まあ、身内だったり恋人だったり友達に公言するじゃないですか。でその人と一緒に、公言した相手と一緒に片付けるのも一個やる気を引き出す、まあ、戦略だと思うし、例えば SNS を通じて、まあ、片付けたい人はたくさんいらっしゃるから、一緒に片付け頑張ろうねみたいな、お互いに応援し合ったりとか褒め合ったりするっていうのも一個やり方としてはいいやり方だと思います。とにかく人を片付け、自分の片付けに巻き込むことによって、途中でやめにくくなったりとか、途中で投げ出しにくくもなりますし、あとは片付け当日、たとえその日しんどくてもだるくても、その体力的にねしんどかったとしても、
その一緒に片付けるってなると、まあ、誰かが来るわけじゃないですか。だからそのやらざるを得なくなりますよね、ドタキャンしない限り。で、あとは一緒に片付けて、いや、よく頑張りましたねとか、めちゃくちゃ綺麗になりましたねって褒められると、また頑張ろうと思えるじゃないですか。だからもちろん一人で黙々と頑張る、自分のペースで頑張るっていうのはもちろん正解なんですけども、それでもなかなかちょっとやる気が出ないとか、片付け停滞期に入ってしまったという方は、誰かと一緒に片付けてみるっていうのも一個ありだと思います。続いて6つ目、片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、1日5分から片付けを始める、またはその1日1個捨ててみるっていう感じですね。その片付けしよう、断捨離しようって意気込んでる方の多くはですね、一気に片付けようとその意気込みがちなんですよ。もちろんそれも正解なんですけども、ただですね、その三日坊主になりやすかったりとかするし、かつその、ね、捨てて後悔しやすかったりとかもするから、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。だから片付け初心者の方とか、片付けが苦手な方っていうのは、もちろん一気に捨てられる方は捨ててもいいけども、やっぱり大事なのって、先ほどでも言いましたけど、その千里の道は一歩からで、コツコツやっていく、で計測することが何よりも大事だから、だから僕なんかはもう1日5分からでもいいよと、なんならその1日1個捨てるだけでもいいよと、で慣れてきたらどんどん、例えば1日2個3個と捨てていくとか、まとまったその休日土日とかで一気にごそっと捨てるっていう風な、そのステップでやっていけばいいんじゃないかなと思います。最初はスモールステップでどんどん加速させていくみたいな、っていうやり方でも全然いいんじゃないかなと思います。で、なぜ1日5分から片付けるとか、1日1捨てがおすすめなのかというと、まあ、いくつか目的があるんですけども、まず片付けのハードルが下がりますと。で、継続しやすくなります。で、優先順位の低いものから捨てられますよと。1日5分とか、めっちゃ短いし、1日1個捨てるっていうのは簡単なことじゃないですか。じゃあ、今日何捨てよう、1個何捨てようってなった時に、その、自分にとって大事なものはさすがに捨てないじゃないですか。一番ゴミなものというか、いらないもの、一番いらないと思うものから捨て始めるから、その片付けの基本が分かるんですよね。何が優先順位低いのか。で、そっから捨てていけばいいんだって気づきになるから、だからこの1日5分から捨てるとか、その1日1捨てて、結構その片付けの基礎が学べるので、結構これもおすすめだったりとかします。で、まあ今言っちゃいましたけど、その片付けのコツが分かってくるっていうのも一個メリットだし、あと着実に目標に向かって前に進めるっていうのも大きいですよね。まあ、とにかくベビーステップでコツコツ前に進んでるかっていうのが大事なので、だから1日5分とか1日1捨てでも、最初はいいんじゃないかなと思いますね。なので、何度も言いますけど、結論、片付け初心者の方とか、片付けがまだまだ苦手だなと感じる方はですね、1日5分から片付けを始めてみる。なんならその隙間時間5分空いてれば、その5分間でちょっといらないものないかなと探してみたりとか、1日1個捨てるものを見つけて、でそれをとりあえず1週間、なんなら10日ちょっと続けてみようって決めてみたりとか、あとは1日1個で捨ててて、その100捨てチャレンジしてる方もいらっしゃいますね。だから100日間100個捨てるみたいなチャレンジをしてる方もいます。ぜひ参考にしてみてください。では続いて7つ目、片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、片付けの計画を立ててみるということになります。無計画にその日の気分で片付けをするとですね、結局やらなかったりとか、途中で挫折する方もいらっしゃるかと思います。そんな方は実際にそのスケジュールを立てて、計画を立てて片付けを進めていきましょう。例えば毎週末土日で1時間ずつ片付けをしようでもいいですし、まあ、先ほどにも言ったように1日5分隙間時間を作ってそこで片付けをしようでもいいし、1日1個毎日とりあえず100日間は、なんなら365日間はそれを続けようでもいいし、あとは例えば3ヶ月でお部屋をきれいにしたいから1週間ごとに2時間片付けようとか、1日1捨てチャレンジを100日間やって100捨てチャレンジをやってみようとか、まあ、そんな風に計画を立ててみるとかなりやる気も上がると思います。では続いて8つ目、断捨離片付けのやる気を引き出す方法は、疲れた時はリフレッシュするということになります。やっぱり片付けとか断捨離って疲れるので、もうこれはもうしょうがないです。だけど、その疲れた時にどう行動するかっていうのが結構大事です。どうしてもその疲れてしんどくなると、片付けのやる気もなくなりますし、次の片付けをしたくなくなったりとか、あとは翌日の仕事とか、また翌日の片付けのその予定に
悪い影響が、ね、出てきたりとか、あとはメンタルそのものがやられたりとかもするので、ぜひもしそういう状態に陥ってしまっちゃった時はですね、しっかり睡眠時間を確保しましょうと。ゆっくり寝ましょう。仮眠でもいいです。で、例えば気分転換にその片付けを疲れた状態にぶっ続けてやるのではなくて、例えばちょっと散歩に出かけてみたりとか、ご飯をね途中で入れたりとか、まあ、おやつお菓子を食べたりとか、まあ、糖分とかを入れたりとか、まあ、とにかくその自分がリフレッシュできること、元気になるようなことを取り入れると片付けも継続しやすいですし、むしろその体の栄養というか心のご褒美というか栄養というか、まあ、そういうのがあるからこ そのまた片付け頑張ろうというか、まあ、やる気が出てきたりとかもしますよね。うまいことその目の前に、ね、人参ぶら下げてご褒美をうまく駆使しながら頑張っていくっていうのは大事じゃないかなと思いますね。とにかく疲れた時は一度リフレッシュしてから片付けをもう少しだけ頑張ってみてください。でもしかしたら人によっては先にご褒美を決めておくとやる気が出るかもしれないです。例えばじゃあ今から片付けを30分だけ頑張って、30分片付けたらお風呂に行こうというか、その銭湯に入りに行こう、岩盤浴に行こうとか、サウナに行こうっていう方もいますし、まあ、実際僕もしてましたし、他にも例えば30分60分頑張ったら近所のカフェに行って、なんならそのもともと行きたいと思っていたカフェに行ってケーキを食べに行こう、パフェを食べに行こう、コーヒーを飲みに行こうっていうのもいいかもしれないですね。まあそんな風にしてその片付けてめちゃくちゃしんどいので、そのリフレッシュなしにストイックに頑張り続けることはほぼ不可能だと思ってください。定期的に皆さんご自身の体をいたわりながら、ご褒美をあげながら頑張ってみるといいと思います。では続いて9つ目、片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、アップテンポの明るい音楽を聴きながら片付けるということになります。もうね、音楽の力は偉大ですと。片付けの時にアップテンポの曲を聴きながら片付けるだけでもかなりやる気も出ますし、その結構ね長時間頑張れたりとかもするんですよ。もともと15分30分の予定だったのが、もう音楽を聴きながらだったらテンション上がるから、結構ね60分90分なんなら2時間ぶっ続けで片付けられるっていうこともあると思います。で、人によってはその音楽じゃなくても、例えば片付け動画を流しながらとか、その好きな YouTuber さんのなんか例えば笑える動画を流しながら気を紛らわせながら片付けがはかどったっていう人もいますし、まあ、実際僕自身もそれではかどったこともありますので、ぜひ皆さんのいいように、その自分の気分が上がる音楽なのか、まあ、動画コンテンツなのかわかんないですけども、皆さんに合った方法でねやってみてください。続いて10個目、片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、定期的に友達や恋人を招いて褒めてもらうということです。やっぱり誰かを家に招くっていう、そういう予定自体も大事ですし、で招いた時に褒めてもらうっていうことはすごくやる気が上がるんですよ。だからぜひ皆さんもですね、その、まあ、片付ける前にその予定を立ててもいいですし、ある程度片付いてきたら、その定期的にご自身のお家に、皆さんのお家に友達とか恋人を招くようにしてみてください。で、そうすることによって、そのお客様がこの家に来ると分かった瞬間、あ、頑張って物減らして整理整頓してお部屋を掃除しなきゃって思うじゃないですか。だから格段にやる気も上がりますと。で、少しそのお部屋の様子が変わる、まあ、お部屋がすっきりしたりとか綺麗になるとですね、なんかそれを見て、そのお客様が、友達とか恋人が家に来て、その変化というか綺麗さに気づいたら、その褒めてもらえたりとか、あと感動してくれたりとかするわけですよ。え、めちゃくちゃお部屋綺麗じゃん、部屋片付けたのみたいな。で、そう言ってもらえると、あ、頑張ってよかったって、なんかその自分の努力が報われますよね。片付けてよかったって思えると思うので、それがまた次の片付け断捨離掃除とか整理整頓のやる気につながるわけですよ。なのでぜひ皆さん、せめて 2,3 ヶ月に一度はお客さんを呼べるようにしてみてほしいなと思います。あの、友達とか恋人以外にも、まあ、例えばですけど、あのお子さんがいらっしゃるご家庭であれば、あのママ友とか、あとは例えばどっちかのご両親、自分の両親でもいいし、お相手のパートナーのご両親を家に招くでもいいと思うし、例えば会社のね仲のいい人を招いてみたりとか、上司を家に招くのはちょっと緊張して嫌かもしれないけど、まあ、とにかく誰かお客さんを家に招くってやると結構やる気が上がるので、もしできる方はね、そんな風にやってみてください。
では最後11個目です。片付け断捨離のやる気を引き出す方法は、これはもう最終兵器、最終手段になるんですけども、家事代行を使って掃除片付けをしてもらうということになります。でこれはなぜかというと、その僕の知り合いにですね、マキシマリストがいるんですよ。もう根っからのマキシマリストですね。でその方は、まあ、どうしても片付けが苦手で、恋人を呼ぶ前だったりとか、まあ、友達を家に招くってなった時に必ず家事代行を使って家を片付け、そして掃除してもらうそうなんですよ。でこれある意味うまいやり方だなと。自分じゃなかなかやる気も上がらないと。だけど家事代行を使って一旦そのお部屋をきれいにしてもらえれば、なんかそのお部屋のきれいな、いい状態にその気づけるわけじゃないですか。で、ちょっと自分にやる気になったりとか、そのお部屋のきれいな状態がちょっと長続きしやすいと思うんですよね。一回そのお部屋がきれいになったから、まあ、最終的には汚くなるかもしれないけど、とりあえずキープできるように努力しようみたいになると思うんですよ。だから、そのお金がある方はですね、短期的にでもいいので、一旦その、まあ、来客、まあ、さっきも言いましたけど、お客さん招く予定を入れて、もし間に合わないのであれば、そして自分のやる気がなかなかちょっと続かないのであれば、短期的にでも一気にプロの力を使ってですね、あの家事代行を駆使して、お部屋をきれいにしてもらうっていうのは、一個戦略としてはありだと思います。で、一回きれいになったら、例えば、きれいになった状態から、例えばあんまり物を買わないようにしようとか、今までは1週間に1回掃除してたところを3日に1回ちょっと掃除頑張ってみようかなとか、あの使ったら元に戻すっていうのを心がけてみようかなとか、床に物を置くのをやめてみようとか、椅子とかソファーとかの背もたれに洋服かけるのやめようとか、あと例えばその洗濯の頻度とかも今までは1週間まとめてやってたところを毎日ちょっとやってみようかなとか、なんかそんな風にその家事代行を使うことによって、皆さんご自身の気持ちが変わってきたりとか、考え方が変わったりとか、なんなら習慣が変わる方もいらっしゃるから、一回これもやってみるのもおすすめだと思います。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画では、皆さんが片付けるべき理由、断捨離すべき理由、物を減らすべき理由と、片付け断捨離のやる気を引き出す方法をご紹介してきました。ぜひ参考になったものを今日の今日から実践してほしいなと思います。で最後に、このチャンネルでは自由で身軽なライフスタイルを追求しているミニマリストが、少ないものとお金でのんびり暮らすっていうのをコンセプトに、自由と豊かさを手に入れる実践的なヒントを発信しておりますので、もし興味のある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。